ボンゴボンゴは深さが同じで後継の異なる大小二つの片面太鼓をつなぎ合わせた打楽器である。元来キューバの民族楽器でラテン音楽に徴用されているが同じくキューバの民族楽器であるコンガやティンバレスなどと同様に現在では多くのポピュラー音楽でそのサウンドを確認することができる。大小2つの太鼓は光の小さい方がマッチョ大きい方が エンブラと呼ばれる。演奏者や演奏されるジャンルにもよるが、マッチョはエンブラに比べて非常に高音にチューニングされることが一般的である。英語では、ボンゴ全体をボンゴスやボンゴドラムズと複数型で示し、マッチョはスモールボンゴ、エンブラはラージボンゴと単数で示す。伝統的な演奏スタイルは椅子に座りエンブラを利き手側に股に挟んで素手で演奏する。 座層立層ともにスタンドを用いて演奏することもできる。コンガやドラムセットなど他の楽器に組み込んでの演奏も一般的である。また、素手ではなくスティックを用いての演奏もしばしば行われる。スティックを用いると素手で演奏するときと異なる音色を得ることができる。コンガと同様に頑丈であるためシェルをスティックで叩いて音を出すこともできる。 サルサプレイヤーがボンゴを床に落として演奏できるように強化された鋼鉄のベアリングエッジやポリアミド繊維を使い鉄より強度を上げたボンゴも LP 社によって作られている。なお、サルサなどのラテン音楽ではボンゴ奏者は曲の盛り上がりによりカンパナと呼ばれるカウベルに持ち替えてリズムを牽引することもある。伝統的なボンゴは木製の銅に革のヘッドが貼られている。 初期のボンゴはヘッドが銅に直接固定されておりピッチ調整をする場合は、スターノなどの固形燃料ストーブで熱していっていたが、ピッチをラグとナットで調整できるようになり、ナットをレンチで回転させるだけでピッチ調整ができる。入門機種では初期のボンゴと同じように調整要素がない。また、ラグではなく、通常のドラムと同じテンションを持ち、銅も直線のものを そのー社が製作している。この場合、レンチではなくドラムのチューニングキーでピッチを調整する。LP 社は自社の木製ボンゴである LP ギャラクシー序盤にシリーズウッドボンゴを最高の木製ボンゴですとしている。革製のヘッドで上位機種のものは選別された生革成型のヘッド特別している。ヘッドの材質は革以外にもプラスチック製のものもあり、LP 社やエバンズ。 レモなどから販売されている。ファイバーグラスを使った銅もある。さらに LP 社は、ケブラーの銅を製造しており、地元のクラブや、最大のアリーナやスタジアムでのプレーの厳しさに耐える、ための最大の強度と耐久性を提供しますと、している。また、鉄の2倍の強度を持たせていますともしている。ありがとうございます。